での、ヘッドホン新製品発表会ということで、皆様に、期待の添える、発表ができればというふうに思っております。まずは、デノン、というブランドについてちょっと簡単にご説明します。デノンは100年以上の歴史を持つオーディオ専業メーカーでございます。1910年に創業しまして、日本初の、オーディオ装置であります、こちらにあります蓄音機ですね、こちらの方を製造販売開始いたしました。以降さまざまな画期的製品を発表してきたと同時に、おかげさまでハイファイオーディオの機器において高い評価をいただいております。こちらの製品は、100年を経ちまして、現在のデノンのフラッグシップで、あります、プリメインアンプの PMA-SX1 でございます。そして、ヘッドホンの開発製造販売におきましても、今年でおかげさまで50年を迎えることができました。この分野におきましても半世紀にわたる、長い歴史を有する会社でありまして、現在に至るまで絶え間のない技術開発とノウハウの蓄積をベースに常に進化した製品を発表してまいりました。それでは簡単にその歴史を振り返ってみたいと思います。弊社初のヘッドホンモデルは、この SH31 と申しまして、1966年に発売、を開始いたしました。この SH という意味はですね、私が察するにステレオヘッドホンの、イニシャルを取って SH をつけているというふうに思われます。このスタイルを見ましても、アンティークではございますが、現在に復刻しても、遜色のないデザインセンスを持っているかというふうに思います。次に1976年には当時としては非常に画期的な平面コイル振動板を搭載したモデル SH90 を発売しました。さらに80年代に入りまして、高分子フィルムを採用したプロモニシリーズの発表、1991年にはいち早くワイヤレス機能を搭載したモデル AHF500 の発売を開始し、常にその時代のトレンドをいち早く取り入れたヘッドホンを発売してまいりました。そして2000年に入りまして、こちらの AHD シリーズを発売開始しました。その中でもこの2000、5000、7000といったこの3つのモデルは今でもユーザーの皆様から厚い信頼を得ている、いただいております。この時に開発しましたフリーエッジ仕様のオリジナルドライバーという技術は弊社の財産として現在のモデルにも、引き継がれております。そして4年前の2010年にはさまざまなライフスタイルに対応しましたヘッドホンのラインナップを提案してさせていただきました。その中でも、こちらのミュージックマニアックシリーズというものは、音質に妥協できないオーディオファンの皆様、オーディオファイルの皆様のためのヘッドホンとして位置づけまして、我々のハイファイサウンドをとことん追求した、製品として発表させていただきました。そして今年ヘッドホンは発売50周年を迎え、新しい技術の導入、それを使った新しいラインナップ、さらには関連企画をもちまして、既存のファンの皆様はもちろんのこと、新しいお客様にもデノンヘッドホンクオリティ、デノンサウンドを十分に楽しんでいただけるように考えております。それではこれから、弊社のスタッフが自信を持ってご紹介する新製品をぜひ、楽しんでください。本日は、大変ありがとうございます。
それではですね、今期のヘッドホンラインナップ紹介させていただきます。現在弊社のインナーイヤーヘッドホンのラインナップはこちらの4種類になりますが、決して多いとは言い切れませんが、こちらの方、この中から HC710 ですね、発売は2009年になります。7年の月日を経て、未だにですね我々の主力商品として頑張っているモデルになりますが、こちらやはりその前作 HC700 から続く、いわゆるデノンのヘッドホンサウンド、イヤホンサウンドの代名詞的な存在として、非常に重要な位置づけを持ったモデルとなっているのがこの HC710 です。当時やはり1万5000円という価格帯においては今ほどそのヘッドホンブームの黎明期というか、中古価格帯というものがあまりなかった時代に、本物のイヤホン的な音、そういったものを訴求する、そういったことが、お客様には響いたような形で、推移しております。中にはですね、もうその長い年月の中これを繰り返し、購入されているお客様も非常に多く、いらっしゃいます。そういったこの HC710 を今回、大幅にリフレッシュしまして、そのクオリティを損なわず、大幅にリフレッシュした、HC720 というモデル、それからその弟分という形で HC620R ですね。でさらに新しい提案という形で上位機種として HC820、 こちらの3ラインナップを今回発表させていただきます。事前にですね型番も伏せてですね、ヘッドホン関連のイベントで参考出品という形で出させていただきまして、その中でいただいたお客様のフィードバックをもとにですね、練りに練り上げたサウンドというものが今上の方でご紹介しております製品群になりますので、これらの製品を含めまして今回50周年という流れの中で我々がテーマとしましたのはバックトゥザベーシックということになります。やはり原点回帰ですね、まあ、オーディオにおいては100年以上、それからヘッドホンにおいても50年の渡る技術の培ったものがございます。そういったものをしっかりとですね継承しつつ新しい製品に生かしていく、かつ新しいトレンドに対応した製品も出していく、そういった一度、原点に戻った形で今後ですねますますデノンのヘッドホンのラインナップというものは取り揃えていきたいと思っております。それではですね新製品の方を発表させていただきますが、まずは HC820 になります。ここからですね我々のヘッドホンの開発設計を担当しております成沢とともにですね説明をさせていただこうと思います。 D&M ホールディングスヘッドホングループの設計担当の成沢と申します。はい、ちょっと私、仕事柄こういう場かなり不慣れでございますけれども、よろしくお願いします。それでは HC820、こちらの製品になりますが、我々としてはフラッグシップのイヤホンの位置づけになります。オープン価格でございまして、市場予想価格は約2万2000円前後というような形でございまして、もちろんハイレゾ対応というような製品になります。特徴としましてはこちら、列挙しておりますが、こちら、これに基づきまして、詳細の方を成沢の方から説明させていただこうと思います。よろしくお願いします。こちらまず、こちら構造図になります。この緑色、これが、11.5mm ダイナミック型ドライバー、これが型チャンネルに2つ搭載されております。そしてこちらケーブルが見えますけれども、この各々のドライバーにケーブルが直接つながっております。 OFC ケーブルですね、こちらが2本つながっております。次に、これは断面図になります。この緑色が、ダイナミックドライバー、このように向かい合わせに配置されております。でこのことによって、振動板がこれは同層で接続されておりますので、このような振動になります。この2機のドライバーが同時にシフトすることによりまして、通常の2倍の振動面積を稼ぐことができます。でまたそれぞれのドライバーに対して先ほど申しました通り直接ケーブルが接続されております。で次に今までの方式とどう違うのか、こちらを簡単に分かるようなアニメを作りましたのでご覧ください。
ず上の方の図、これはシングルドライバーですね。こちらは、まあ、皆さんご存知のようにこのように振動してリスナーの耳の方に空気が押し出されます。まあ、ドライバー一つ分を、青い線2つ、2本で表現しております。次に、HC820 の新しい技術であります、デュアルドライバー、こちらの、説明の図になります。このように、向かい合ったドライバーが2つ同時に振動しております。これによって、空気の量、これが単純にシングルドライバーの2倍稼いでいるということがお分かりいただけるかと思います。ここで他社さんというか、はい、まあ、デュアルドライバーもいくつか他社さん出していらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、そこの違い的なものっていうのは、そうですね、例えば、同じ、まあ、向かい合わせに配置したデュアルドライバーでも逆走に接続して、いわゆるプッシュプル方式、まあ、我々はこうですけれども、プッシュプルだとこういう動きですよね。こういう、配置に接続にしているモデルもありますけれども、他社さんのモデルもありますけれども、まあ、それの、まあ、あまり良くない点としては、どうしてもドライバーの背面からアウトプットを取らなきゃいけないということで、中高域が割と選択を失われてしまうという、傾向にあります。それと、プッシュプル方式ですと、振動面積としてはドライバー一つ分となります。それに対して我々のこの方式は振動面積2倍ですので、低音再生においては有利であると考えております。よろしいでしょうか。次に、こちらは、どれだけの空気が動くのかというところを、分かりやすく動画で撮ってみました。ご覧いただけるかと思いますけれども、羽がこう激しく揺れてますね。イヤホンにおいてこれほどこう目に見えるように羽が動くというのは、かなりないことですね。まあ、これでいかに空気が動いているかというのをお分かりいただけるかと思います。では次に、デュアルアコースティックオプティマイザー、これは従来からのデノンのヘッドホンの技術であります。アコースティックオプティマイザー、こちらを、このモデルにも適用しました。本モデルは、片チャンネルに2個、合計4個の、ドライバーを持っていますので、おのおののドライバーに対して、1つずつ、こちらのように穴を上げて、ドライバーの音圧を調整しております。まあ、そのことによって、最適な音響特性を実現しております。次に、構造なんですけれども、このようにアルミダイキャストおよび ABS 樹脂、この2つの素材を組み合わせることで、おのおのが持っている共振周波数ですとか、そういった不要な振動をハイブリッド構造にすることによって、最小限に抑えることができます。そして、こちらデュアルダイレクトケーブル、ケーブルがこう2本本体から出ているのがお分かりいただけるかと思いますけれども、これは、まあ、先ほど申しました2つのドライバーに対して、おのおの独立してブランド信号線ともにダイレクトに配線しております。このことによって、2つのドライバーおのおのの、相互干渉を最小限に抑えて、クリアな音質を実現しております。スピーカーでいうとバイワイヤリング方式的な、そうですね、それがぴったりのイメージかと思います。次に、これは標準で付属させていただきます、コンプライアチップです。これは通常、店頭等で買いますと2000円から3000円ぐらいですかね、するものかと思われますが、
本モデルにおいては標準で添付されております。このコンプライアチップの、低反発メモリーホームによって、まあ、どんなミニの、形においてもこうフィットして、いわゆるその空気漏れというのがなくなります。そのことによって理想の低音再生、あとは遮音性ですね、それと、まあ、快適な装着感というものを実現しています。次に AHC720 について説明いたします。先ほど申しました通り、AHC710 の、まあ、正当な後継機という位置づけになります。内容といたしましては、11.5mm ダイナミックドライバー、先ほどの H820 と同様にアルミと ABS 樹脂のハイブリッド構成、そして、コンプライゼイヤチップ付属、まあ、あとは、簡単に使用できる改進開発キャリングケース、こちらは後で実際お見せします。で、技術的な内容の紹介をさせていただきます。先ほども出ましたけれども、デノンの従来からの技術であります、アコースティックオプティマイザーですね。こちら、見にくいですけれども、ここに実際穴が開いています。それとあと、この写真には出てませんが、ドライバーの前面の方にも、穴が開いています。まあ、そちらの、まあ、設けた穴によって、まあ、ドライバー前後の音圧バランスを調整して、最適な音響特性を実現しています。次に、ラジアルカスケードダンパー、この絵は、このドライバー、本体を、まあ、こうカットした、図ですけれども、この白い突起がありますけれども、これは非常に柔らかいシリコン製の素材でできております。この突起を設けることで、この中に通っているケーブルを転接触に近い形で保持しております。そのことによってこう服ですとか体にケーブルがこうポンポンポンと当たったり擦れたりした時にこう耳に届くゴソゴソゴソっていうようなちょっと不快なノイズ、これを最低限に抑えることができます。次に AHC620R、こちらのモデルは HC720 の弟分という形ですかね、として企画しました。まあ、内容といたしましては 11.5mm ダイナミックドライバー、ハイブリッド構造アルミプラス ABS 樹脂で、こちらの特徴といたしましては Apple デバイス用のリモコンを搭載しております。こちらですね。まあ、こちらの意図としましては、まあ、より気軽にアウトドアに持っていっていただきたいということで、まあ、本体も少し720よりも少し小型になっています。そして、アルミ使う量を少し減らして軽量にもなっております。まあ、そういった意味で、ぜひこちらの弟分を、アウトドアに持っていっていただきたいと、そういう意図で企画いたしました。最後に、今ご紹介いたしました3モデル、これ3モデルの、スペック表になります。たった今、ご紹介いたしました 620R、 この R はリモコン付けという意味です。でこの中では、この周波数特性のところですね、こちらが3モデルとも40キロまでということで、このシリーズにおいては全てハイレゾ対応にさせていただいております。そして、まあ、この3モデル共通にする、共通であります付属品に関してですけれども、まず先ほど紹介いたしましたコンプライヤチップ、こちら、3モデルとも標準装備です。そして、まあ、最初にちょっと紹介しましたけれども、シリコン製キャリングケースというのもございます。ジョブズのように
ポケットから出しますけど、こちらですね。これ非常に柔らかいシリコンでできております。こちら今巻いている状態でこれをどうやって取り出すかというと、こういう形ですね。非常に取り出しやすいですね。そして、まあ、ヘッドホンしまう、イヤホンしまうとかなり線がぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃいますけど、非常に綺麗に、後付きもなく、収納することができます。これはかなり、アウトドアユースにおいてかなりいい点ではないかなと。以上で私からの紹介は終わります。はい、ありがとうございました。という形でですね、9月の、まあ、ちょっとそれぞれの発売タイミング、もうすぐ忘れておりましたが、 HC820 は9月の上旬、それから HC720、620は9月の中旬以降の出荷開始となりますので、間もなくの出荷開始となります。予想実売価格になりますが、 HC820 が2万2000円前後、それから HC720 が1万5000円前後、それから HC620R は1万円前後というような形で価格の方がなるかなと思われます。はい、それでですね、今回この3モデル発売を記念しましてキャンペーンを実施いたします。こちらですね、先日ですね、レコチョクさんが配列配信の方を開始したとアナウンスしておりました。一応そこと、共同でですね、プロモーションをしようというような形で、今回の新製品3モデルを購入いただいたお客様に、歌コードをプレゼントするという漏れなくですねというようなキャンペーンをさせていただきます。上限金額540円という形で、有効期限は2017年の3月末となっておりますが、こちらクーポンはですね、製品の方に同梱しておりますので、お持ち帰りいただいたお客様はすぐ使えるというような形になります。またレコチョクさんのサイトの方にも、関連付けた我々の製品が掲載されるというような形で、積極的な PR をしていこうというような形になります。それではですね、今回この製品だけにとどまらず、我々50周年ということでございますので、ヘッドホン製品に関してはまだまだ製品はございます。一部ですね、5月ぐらいかヨーロッパの方から情報が漏れてきた部分もございますので、ここでですね、正式に日本でも発売するというアナウンスをこちらでさせていただこうと思います。こちらラインナップ2モデルございますが、1つ目は HW150 という2012年に発売させていただいたエクササイズ用のワイヤレスヘッドセット、こちらの新製品の方を HC160W という形で3色を展開する形で発表させていただきます。それとこちら我々の、まあ、満を持してというか念願が叶ったというような形になりますが、先ほど中川の方から説明ありました通り、 HD の7000シリーズというものはですね、非常に今でも、まあ、イベントに行くたんびに出ねえのか、後継は出ねえのかと毎回聞かれるような、いわゆる我々としてもレジェンドなモデルでした。そういったフラッグシップはこの HD7100 に引き継がれってなったわけですが、やはりその外観的にちょっと先を進んでしまったような形になってしまい、ちょっとそこで離れてしまったお客様も多かった、まあ、そういった中で、まあ、しばらくディスコン、空白になっていたこのフラッグシップのものを、ポジションをこの HD7200 が担うような形になります。まずこの HC160 ですが、内容的にはですね、前作150よりも数段軽量化に成功し、かつ IPX5 であったり7であったり、そういった防滴加工も非常に強度を増しまして、さらには接続性も含めた大幅なブラッシュアップを伴ってですね、今鋭意開発中となっております。カミングスーンという形になりますが、まあ、今期中には出ることは間違いないのですが、情報こちらで正式に発売させていただくことをアナウンスさせていただきます。それから HD7200 ですね、こちらもフォルムからしてですね、もう我々の、持っていた強い HD7000、 こちらをですね、リフレッシュ、まあ、大幅に進化させた形でリフレッシュした形で、提案させていただこうと。こちら発売の方は一応12月を予定しておりまして、より詳細な情報につきましては、まあ、10月
中ぐらいにできるかなと思います。価格の方はまだ未定とさせていただきますが、ハウジングにはアメリカンウォールナットを使用し、新しい我々のヘッドホンで採用しております、加水分解がしにくいイヤーパッドであったり、内部の、振動板こちら 50mm を使用した上でナノファイバーセルロースを、使った、我々オリジナルの、ドライバーを、使った、フラッグシップのヘッドホンとして採用させていただきます。ケーブルの方も 7N 等と、まあ、クラスを超えたようなですね、フラッグシップに、何にふさわしい製品として今鋭意開発中です。で、まあ上のフロアにですね参考出品させていただいてます。一応音は出るような状況になってますが、まだまだこんなもんじゃございませんので、皆さんですね10月以降の発表を、ご期待いただければと思います。それから最後にコラボレーションモデルになります。こちらですね昨年の、にですね、我々アトラスさんの、ゲームソフト「ペルソナ4ダンシングオールナイト」こちらの方にとコラボレーションする形でゲームの中に我々のヘッドホンが登場する、かつ、我々の方も、それのコラボレーションしたヘッドホンを発売させていただきました。こういった取り組みはですねより質の高いコンテンツと、まあ、我々の信用性が図れるような、まあ、そういったものを、と一緒にですねやっていく、そういった中ではですね、続けていこうというような、まあ、ビジネスモデルになっているわけですが、今年も、やらさせていただきます。今回のコンテンツは、アニメになります。魔法少女マドカマギカ劇場版ですね。こちら、2011年テレビアニメで公開し大きな反響を呼び、2003年にこちらの、映画が、放映されましたが、こちらも最近ガルパンに抜かれましたが、それまで、ナンバーワンの位置をキープしていた、強力な、アニメコンテンツです。今でも、続編が望まれる、非常に、まあ、大人でも十分見れるようなアニメになってます。こちらのモデルとですね弊社の HGC20 こちらのコラボレーションモデルとしてスペシャルエディションとして完全限定生産という形で発売させていただきます。内容はですねハウジング等々とかそういったことではなく、この魔法少女たちのキャラクターですね、非常にキャラに立ったキャラクターたちのボイスを取り下ろしのボイスを収録した限定モデルになっています。さらに付加価値を高めるためにオリジナルのパッケージであったりそういったものを今準備中でございますので、9月の中下旬ぐらいになりますかねには詳細なアナウンスができるかと思いますので、こちらも合わせてご期待いただければと思います。